やっと帰ってきたね。もう仲がいいのは結構なことですけど、そういうのは別の機会にしてください。待ってたんですから。すみません、すぐに片付けを手伝いますね。違うってば、片付けのために待ってたんじゃないよ。そうなんですか。それじゃあ一体。あやちさん、パーティーの運営お疲れ様。え、はい、お疲れ様です。本当にお疲れ様。あとごめんね、私のせいでハロウィンパーティーに巻き込んじゃって。でもおかげにあやちさんに任せてよかったと思ってる。あやちさんの歌素敵だったよ。ありがとうございます。それに学生会長が決まらなかった時は選挙の手伝いをしてもらったり、本当お世話になりっぱなしで、あやちさんのおかげで最後の最後に補填を残さずに済んだよ。いえ、そんな、私なんて大したことはできていませんから。そんなことないよね、小指示さん。はい、戸隠先輩のおっしゃる通りです。私が会長になって最初のイベントが大成功したのは、間違いなくおかけんが力を貸してくれたから。それにあやちさんたちが歌ってくれたからこそ、みんな大盛り上がりしてくれたんじゃん。あの盛り上がりはあやちさんがいなきゃ無理だったよ。それから本当に上手だった。それに私個人としても、おかけんがあってくれたおかげですっきりしたから。ありがとうございます。そうだよ、あやちさん、あやちさんが歌ってくれたおかげでバンドも大成功したんだから。あやちさんがいてくれたから私も気が楽になって思う存分ギターを弾くことができた。力になれたならよかったです。そんなレベルじゃないよ、本当に感謝してる。初めて人前で演奏したけどすっごい気持ちよかった。今日はお疲れ様。俺も楽しかったよ。久々に思いっきりドラムを叩けて、それにパーティーすげえ楽しかった。そう言ってもらえるとありがとうございます。こっちこそ。また今度、その俺の悩みを相談しに行くかもしれないけど、その時はよろしく。あ、はい、いつでもどうぞ、お待ちしています。力になれるかどうかは内容を教えてもらわないと分かりませんが。おかけんに任せてもらえれば大丈夫ですよ。だって自分も助けてもらいましたもん。川上くんだって感謝してましたよ。先輩たちがいてくれたからデートの失敗もすぐに取り返すことができたって。あの二人、この前の試験が終わってから2回目のデートをしたらしいんです。今度はちゃんとお互いの好みとかしっかり確認したおかげで、すごく楽しいデートになったって感謝してました。そうなんですか、それならよかった。はい、さっきまでパーティーに参加してて幸せそうにいっちゃいっちゃしてましたから。それに感謝してるのは自分もです。私も同じだよ、あやちさん。先輩と出会うことがなかったらずっとぼっちだったと思います。私も今みたいにうまくクラスに馴染むことはできなかったと思う。ちょっと先輩、こういうこと言うの恥ずかしいんですからね。そうだよ、なのに二人で見つめ合っちゃってさ。あ、いえ、すみません、そんなつもりじゃなかったんですが。とにかく自分はねね先輩に感謝してます。私だって感謝してるよ。これは私たちだけじゃない。あやちさんに相談に乗ってもらって
助けてもらった子は全員感謝してるんだよ。私たちをはじめとしたたくさんの学生が今日こうして笑いながらパーティーを迎えることができたのは、あやちさんのおかげ。別にそんなつもりはないんですが、それは皆さんは本当に楽しいですか？楽しいよ。今年のパーティーは去年よりも盛り上がった。そうだよ、ご主人さんの言う通り、参加者だって例年より多くて、みんな楽しそうにしてくれてたじゃない。これも全部あやちさんが手伝ってくれたからだよ。うん、今日のパーティーはあやちさんでいてくれなかったらできなかったことだよ。私たちだけじゃ絶対に失敗してた。本当に感謝してる。皆さんは本当に笑えていますか？こんなに気分がいいのは久しぶりだよ。やっぱり盛り上がる演奏っていいよな。うん、カイドウに同意。正直その気持ちよすぎて癖になっちゃいそうなぐらい。あやちさんさえよければまた一緒にバンドをしない？ほら、文化祭とかで。若菜ちゃんがこんなに声を弾ませるなんて珍しいんだから、嘘やお世辞じゃないよ。ま、カイドウの笑顔は嘘っぽいかもしれないけどね。それ何気にひどくね。皆さんは本当に幸せですか？もちろんですよ。自分なんて昔は一人でお昼ご飯食べて寂しく帰宅してたんですよ。それが今ではクラスのみんなとお昼ご飯食べて、一緒にワイワイゲームもできて、放課後は先輩と一緒に部活して、夏休み前とは比べ物にならないぐらい学院が楽しくなったんです。これで幸せじゃないって言ったら、世の中に幸せなんて存在しませんよ。私だって稲葉さんと同じ。前に通っていたところではこの服装だから悪目立ちして浮いてて、全然馴染めなくて。だから転入した先でもまた同じようになるのかなって不安だった。でもこの学院であやちさんたちに出会って、優しくしてもらって、新しい友達もできて楽しい。こんな気持ちで学院に通えるのは全部あやちさんのおかげ。私は今すごく幸せだよ。毎日部活を楽しみにしてるんですから、これからもよろしくお願いしますね。私は そう、私だって困るよ。あやちさん、ここ数日一緒に作業してきてとっても楽しかった。学生会とは違った雰囲気で、これを機にぜひ入部させてほしいから。ああ、そうそう、約束ちゃんと守らせてもらうから。パーティーは大成功したんだから、おかけんの部室は私が何とかするよ。それと文化祭でもう一回演奏するの結構本気だから、ボーカルの件ちゃんと考えておいてね。あと
俺も相談したい件を忘れないでくれよ。頼りにしてるから。さっきも言いましたけど、部活楽しいです。それにねね先輩と一緒にいられる大切な場所だと思ってます。私もクラスに馴染めはしたけど、やっぱりおかけんでみんなと過ごす時間が一番落ち着くよ。でも ありがとこちらこそ、ありがとうございます。
おい、一体どうした？そうか、何か悪い夢でも見たのか？それならいいが、びっくりしたぞ。連日の疲れでおかしくなったんじゃないかって思ったぞ。ん？8時過ぎだね。別に構わんが、あ、トーストは2枚でよろしく。昨日は例のパーティーだったんだろう。どうだったんだ、ベースの方は。そうか、それは何よりだ。それで、今日はずっと家で休むのか？ここのところ、ずっと夜中まで練習していただろう。今日ぐらい、ゆっくりすればいいんじゃないのか？いろいろ？なるほど、あやちさんと会うのか。だが、若いからってあんまり無茶はするなよ。その、あれだ、疲れたところに激しい運動とか、お互いに良くないぞ。まあ、お前も若いからね。その気持ちはわからないではないが、息子がわがままを言ったとしても、時には叱ってやることが重要なんだぞ。あ、息子って言っても息子の息子の方だからな。それは構わないんだが、夕食はどうするんだ？わかった、それならカレーでもたまには作ってみるか。食べなきゃ明日に回せばいいんだから。休憩台？それで今日はどうしたんですか？約束はしていませんよね。いえ、特にありません。ゆっくりするつもりでしたが、何かあるんですか？私がいないと始まらない。もしかして何かものすごいエッチなことをするつもりですか？あの、待ってください。できればそのシャワーを浴びたいので。そんな意地悪です。汗の匂いが気になるのに、そこも楽しもうだなんて、ちょっと濃すぎてついていけませんよ。お願いですから、シャワーを。な
んでしたら一緒に浴びますか？じゃあしないんですか、エッチなこと。私は別に流されてもいいのに。でもそれじゃあ今日は一体どうするんですか？デートですか？え？私の親に？それは確かにそうなんですが、はい、一緒に暮らしたいというのも私のわがままなので、振り回すようなことをするのもどうかなって。ことをしたのは私なんですから、いつまでもこのまま逃げ回ってちゃダメですよね。一生逃げ続けるわけにもいきません。私はお父さんにもお母さんにも幸せになってほしいです。そこまで言われたら仕方ありませんね。逃げるわけにはいきません。でもそれなら修士君もです。修士君の力のことです。今の私に修士君の苦しみが理解できるとは言えないかもしれませんが、私だって修士君に幸せになってほしいです。修士君が苦しんだままだと私も苦しいです。私にできることがあるなら何でもします。だから一人で苦しまないでください。誰が何と言おうと、他の世界中の人がどう思ったとしても、私は修士君のそばにずっと隣にいますから。はい。そうなんですか？そういうわけじゃないんですが、もしかしたら私に気づかれないように隠しているんじゃないかと。
それじゃあもっともっと幸せにできるように頑張りますね。はい、ずっとずっとよろしくお願いします。それはさすがに少し気が早くないですか？結婚ですか？そんなはずありません。私だって結婚したいです。さっきのはちょっと新婚生活を想像したら恥ずかしくなってしまって。修二君はエッチで意地悪ですから、きっと裸エプロンとかそういうことをさせるんですよね。そんなことないです。不安なので、できれば一緒にいてほしいです。はい、大丈夫です。そうですね、家を出る前に電話をしておきましょう。確か金唾が好きだったと思いますよ。これからもよろしくお願いしますね。